岩田です。ということで今回は教育試験当日の流れということでタイムスケジュールとあとは意外と知らない注意事項、例えばこういうことって禁止されてますよとか、あとはプラスアルファこういうことやっとけばもっと集中してテストに臨めますよっていうところまでね含めてご説明していきます。ということで早速始めていきましょう。はい、では早速ですがテスト当日はね午前受験と午後受験のね2つ受験がありますよね。で今もちろん時間は違うんですけど基本流れは一緒です。まず会場に到着したら受付済まします。でその後説明聞いて音テストをして、その後テストして、で最後回収っていうねこの4つの流れ自体は変わらないんでこういう流れで進んでいきます。で、まあ、会場到着したら受付をする必要があるのでこうテストに間に合うように到着すればいいやではなくてこう受付しなきゃいけないからそこでもね余裕を持って逆算をして到着するようにお願いします。はい、では最初受付ですね。受付って何をやるのっていう話なんですけど、まず会場到着したら会場に来てますかっていうのの確認とプラス受験票に書いてあった持ち物をねちゃんと持ってきてますかっていうのもここで合わせて確認されます。例えば受験票とか受験票に貼る証明写真、あとは本人確認できる書類、ここは免許証とかマイナンバーカードとか学生証がね確かね該当してたんですけど、この3つちゃんと持ってきてますかっていうのも確認されます。で確認されて OK だったらじゃあテスト会場行きましょうかっていう流れにねなってきます。はい、でまあどうしてもやっぱり受験票忘れたとかねそういうことってあると思います。でまあいろいろね想定外のトラブルがね起きやすいんですね。なので本当に多分受験票を忘れただったら受験はできたはずなので、まあそういう対応をねしてもらえる場合とかもあるので、まあ、しっかり最低のケースを考えてこう余裕を持ってね早く到着するようにっていうのが私は大事かなと思います。ちなみに私は受験票って1週間前ぐらいに発送されるんですけど、発送されてても私お家に届かなくて、でこういう受験票が届かない場合って事前にね未着の問い合わせをしたりとか、あと当日こう受付でね未着でしたって申し出をすることができればこう受験ってね可能なんですけど、私当日行ってね未着だったんですけどって受付で言ったら、まあ、そこから受験票ね代わりのを用意してもらってで証明写真貼ってみたいな結構バタバタして当日あんまりねこう落ち着いて受けれたかっていうとそうではなかったので、まあ、そういうケースもねあるかもしれないので余裕を持ってねそれでも受けれるようにしていただけたらなというふうに思います。はい、でこんな感じで、まあ、まずね受付して、で次会場行ってくださいって会場を通されましたと。で早めにね行ってる方であれば多分次の説明とか音テストまでに10分20分とかね少しこう空いた時間ができると思います。その空いた時間でプラスアルファねちょっとやっていただきたいことがあって、それをやっていただければねよりテストに集中して受けれるので、ちょっとそれを何点かご紹介します。でまず1点目は筆記用具とか腕時計がねしっかりこう持ってきてるかっていうのを確認していただきたいです。それこそまあ忘れ物とかもねありますし、で腕時計とかね基本は会場側に忘れました貸してくださいっていうのはね貸し出しは許可されていないのでできないんですけど、ただ周りのね一緒に受けるね受験生の中では筆記用具とか腕時計ね多めに持ってきてる方ねたくさんいらっしゃると思います。私もその一人で消しゴムとかも3つ持ってったり腕時計もね2つ持っていって、もし何かがあった時よりちょっと多めに持ってきてる受験生の方って多いので、なので最初はね声かけるのってすごい勇気いると思うんですけど、ただね今まで今日の試験のために今までたくさん勉強してきてっていうそういう立場とかも一緒だし、相談してみたらあそっかっていう風な感じでねそれはダメだよっていう風に言う方は多分いらっしゃらないと思うので、しっかり今日のテストのためにもこう頑張るっていう意味でちょっと勇気を出してね筆記用具とかもし腕時計とか忘れた場合は周りの受験生の方にもね相談してみるといいんじゃないのかなと思います。はい、で2つ目は空調の確認。もうこれは寒い暑いっていうところですね。自分の席はエアコンの直下のところだから、もう直に当たるところだからめっちゃ暑いなとかね、そういうのって気になり始めたら本当にテスト中集中できないので、なんかエアコン直に当たって暑いって思った時点でもう事前にこう会場の試験官の方にね温度調整お願いしてみたりとか、あと言ったらねこう席の方も変えていただくこともできるみたいなので、そういうところってねちょっと勇気いるかもしれないんですけど、事前に申し出しておくことってね集中できる環境を作る上ではすごい大切になるので、私も
大学生で IP テストを受けてた時も公式を受けた時も、あの寒い暑いっていうのは毎回ね、あの結構敏感に感じ取るタイプだったので、そういう時もあの勇気出してこう相談してたりもしたので、皆さんもねぜひねこうやってみてください。はい、で3つ目、テストが始まる前までに携帯の電源を切ってカバンにしまうっていうところですね。まあ、これは別途ね、あの指示をされると思うんですけど、ただこう携帯のねアラーム音とか着信音が鳴っただけで即退場っていうのが決められてますし、あのスマートウォッチ、いわゆるこうアップルウォッチとかつけてる方多分いらっしゃると思うんですけど、このアップルウォッチとかをあの腕時計としてね使うことっていうのはできないんですね。でそういう電子機器とかってアラームが鳴る可能性があるので、一応持ってきた電子機器はこう何か音鳴らないかなとか、事前に電気切っとこうかなっていうのをね、時間のある間に確認しておいた方が、まあ、後々バタバタならないんでね、心の余裕にもつながるかなと思ってちょっとおすすめをしてます。はい、で最後4点目はトイレを済ませておくっていうことですね。で、あのテスト時間って2時間で長いじゃないですか。途中にトイレ休憩とかも設けられてないので、もう途中トイレ行きたいってなったらそればっかりがね、あの気になっちゃうので、まあ、しっかりね事前にトイレをね済ませておいていただけたらなというふうに思います。はい、ではちょっとここで最後にねどんな対策をしたらいいのかっていうのをお伝えしていこうと思います。まあ、これは受付済んで早く会場入りしました後でいろいろ空調とかも確認して OK、 あと10分15分余ってるなっていう時にね、どんな対策したらいいのってなると思うので、ちょっとここでね最後の対策をお伝えしておくと、おすすめの対策2つあって、1つ目はこう今までの学習記録を見返すっていうので、例えば今まで模試をねこうノートに解いてきていた方であれば、そのノートを持って行ってね、こうパラパラっとめくってちょっと見ておくっていうことなんですけど、まあ、試験当日ってね、もうそうでなくても緊張するわけですよ。で会場入ったらよりねこう上がっちゃったりすると思うんですけど、ただこう今までね解いてきたノートを見ることで、よし今までこんだけ頑張ってきたよな、こういう風に解いてきたよなってね、少しねもう思うことができれば安心とか自信につながるので、まあ、そういう面でね私もよくやってた方法になります。ちなみに私はそういうノートを持ってったりとか、あとキーフレにね、単語を覚えながらすごいマーカーで書いたりとか、すごい書き込んだりしてたんで、そういうのをね、持って行って、こう当日見ておくことで、よし、こんだけ頑張った、こんだけマーカーも引いて頑張ってたんだぞっていうふうに思うことが、こうできて、少し安心できた部分があったので、まあ、安心材料としてね、持って行った部分があります。あと2点目は、単語対策。最後は単語対策かなと思います。余裕がある方は文法対策もしていただいたらいいかなと思うんですけど、最後はおすすめは単語対策で、それこそ隙間の10分15分でできる、まあ短い時間でできるもの、プラス短い時間で定着するものって言ったら単語対策なので、まあ、このね、今まで頑張ってきた学習記録の、まあ、そういうようなノートとかね、参考書を持っていっていただいて、少し安心材料にしてもらうっていうのと、あとは最後短い時間でも定着するような単語対策をしていただけたらなというのが2点おすすめの対策法になります。はい、じゃあ次にね、いよいよね試験官の方たちが入ってこられて、説明や音テストにね移っていく場面なんですけど、じゃあ説明って一体何かというと、これはね試験のね、まあタイムスケジュールだったりそういうところのね概要を説明してくださいます。でそれが終わったら音テストで、この音テストっていうのはリスニングの音声がねちゃんと聞こえるかなっていうのを模擬の音声を流して確認をしていく場面です。でここで少しでもんとかちょっと聞こえづらいなって思ったら、ここはね勇気を出して絶対にこう試験官の方に申し出ていただきたいです。もうリスニングの音声がね聞こえづらかったら、もう聞き取れるとかそういう以前の問題なので、本当にねもったいないので、ここはねちょっと緊張すると思うんですけど、ご申し出ていただくことで、まあ、音量のね調整してもらったりとか、あとはリスニングの音声がねこう聞こえやすい席に移動させてもらうこととかもできるみたいなので、ここはね勇気を持ってね言っていただきたい場面かなというふうに思います。はい、ではいよいよテストが始まりますっていう時にね、まあ、テスト中にここ意識しておいてほしいなって思う点が3点あったので、そこをね意識しておいてもらうと、よりねテスト中集中できて、プラスねより点数も出てくるので、その3つのねコツをお伝えします。まず1点目はリスニングの先読みです。まあ、先読みって何かというとですね、こう各パートの冒頭でディレクションっていう、まあ、各パートのこういう問題のね説明っていうのが約30秒間ぐらいね音声で流れます。でこの音
音声っていうのは毎回毎回テストでね同じものが流れます。なのでそれね正直聞く必要ってあんまりないかなと思ってるので、まあ、ここがね流れてる間は例えばねパート1のね一番最初のページをこう問題でね開いているのであればそこのページって目を通すことできるじゃないですか。なのでその30秒間の間にどういう写真なんだろうって一通りこう見て、例えばこの人がこういう動作やってるとかこのものはこういう状態なんだみたいなのを自然にねこう頭に入れておくことができればそういう要点に絞ったねリスニングの聞き方っていうのができるので、当日ねめっちゃ緊張しててもリスニングの点数をねズコッとこう落とさないようになるので、まあ、そこはねまず1点目におすすめのポイントになります。はい、では2つ目はリスニングリーディングに共通してるんですけど、例えばリスニングだったらね聞き逃したどうしようとか、リーディングだったらうわ今さっきの問題間違えたかもってあると思うんですよ。で例えば聞き逃したどうしようって思ったら次の問題解いてる時もその次の問題解いてる時もうわ今さっきの問題聞き逃しちゃったどうしようっていうのがねこう頭の中にぼんやりあって引きずっちゃいがちだと思うんですけど、そこのねマインドを切り替えるっていうのがめっちゃ大事です。もうこれがね2つ目に大事なことになります。もうとは言ってもね引きずる気持ちめっちゃわかるんですよ。こう私も TOEIC ね大体10回ぐらい受けてるんですけど、もう最初の頃とか特にリスニング聞き逃してうわ聞き逃したどうしよう聞き逃したどうしようってねもうめっちゃそればっかり思って、そんなこと思ってる間に次の問題も聞き逃してみたいな負のループが起こってリスニング壊滅的だったこともあるので、でもこうやっぱり聞き逃した1問よりもさ残ってる50問の方が圧倒的に大事なので、こう聞き逃したどうしようって思うことはもうしょうがないんですけど、ただよし次もう次こそは聞いてやるっていうねこのマインドに切り替えたら勝ちなので、本当にね皆さんねちょっと難しいんですけどね意識していただきたいことになります。はい、で最後3つ目は直前対策の動画でねお伝えしてるんですけど、まあ、試験前にこう時間配分と解く順番をね決めておきましょうってこうリーディングをねお伝えさせてもらったんですけど、まあ、リーディング解いてる最中にね難しい問題とかこうつまずいたりとかもあると思うんですけど、そうなったとしても事前に決めておいた時間配分の解く順番で進めるっていうのが3つ目におすすめのポイントです。例えばねパート5の文法問題から解いてて、パート5文法問題解いてる途中には難しい問題があったと、でうわどうしようってなった時も事前にね時間配分とか決めておけば、この時間内にパート5解き切らなきゃいけないんだったらこの難しい問題にね解けるかわからない難しい問題にこんなに時間使いすぎたらまずいなと、あと残ってる問題の中に自分が解ける問題あるかもしれないのにっていうそういうね気持ちになってちゃんとね計画的にね進めていくことができるので、しっかりとね事前に今決めた時間配分とかこう解く順番っていうのを守ってね進めていっていただきたいなと思います。でもしね難しい問題があったとしても時間かけすぎは良くないかなってこう総合的にも思います。こう難しい問題にねもう解けるかわからない難しい問題にね時間をかけすぎて、あと残ってるねこう自分の解けそうな問題にね時間を使えないっていうのは一番もったいないし一番点数がね出にくい解き方になってしまうので、そこはね頭の片隅に入れていただいてこうテストを受けていただけたらなというふうに思います。はい、ということで今回は TOEIC 試験当日の流れと意外と知らないね注意事項についてご紹介をしました。でおそらくねご覧いただいてる皆さんはね試験が迫ってきてる方だなと思います。で、まあ、試験迫ってきたらめっちゃ緊張するじゃないですか。どうしようってなるし、試験当日は当日でね会場に入ったらより緊張するんだろうなみたいな、ちょっと漠然とね不安が大きくなってる頃だなと思うんですけど、今日ねご紹介させてもらったこういう対策直前にしとくといいですよとか、こういうところ自然に確認しておくといいですよっていうね、こういう方法は試験に緊張してもより集中してね点数を出してもらえる、なんかそういう風なことを見据えて考えた方法になるので、皆さんね緊張しててもちゃんと点数が出せるような内容をお伝えさせてもらったのでね、しっかり安心して受けていただけたらなという風に思います。皆さんのね目標点突破心からお祈りしています。皆さん頑張ってきてください。では。